こんにちは、今日もこのチャンネルへようこそ。はい、ではチャンタイハイ続きやっていきましょう。15試合目ですね。はい、あ、入っていただいてますね。山岡投手、今ですね14試合やって8勝6敗、目標である、勝率5分以上5割以上がね見えてきてるんで、この試合も大事ですね。はい、ここを勝ちたい。で、残り対戦する方が、あと、この今回のおはるさんも込みで、あと4人かな。はい、なのであと1勝すれば、あ、そう、あと1勝だからすれば、勝率5分5割以上確定なんで、めっちゃ大事な試合です。はい、あんまりそういうの意識せずに、はい、やっていきたいと思います。じゃあ定番の様子見のここですね。これね、初球投げるんですけどストライク取りたいんですよね。そう、ああもうこうなってしまうともうちょっと。やばい。ここは絶対ノースリーから振ってこないでしょ、おそらく。よしよしよし。スラブいきますか。いいですよ。じゃあ D カーブで。オッケー、よし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 。ちょっと脳性になりましたけど、はい。どうかな、ちょっとどういう感じで今度は打ってくるかな。うん、オッケーです。よしよしよし、オッケーオッケー、今のいいコースいきましたね。はい、じゃあスラーブになりますか。よっしゃ、いいコースいってます。はい、もう一回スラーブ、違うのが来ると思ってると思うんで。よし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 、 OKOK、 よし、いいですね、初回ね。はい、さあ大野投手ですね。ですね、まあ、大野投手やっぱツーシームありますし、自分も過去の動画でリアタイの動画をお届けしてて、まあ、大野投手とも対戦してる動画ってお届けしてると思うんですけど、これですね、自分はね打てるときは全然打てるんですけど、やっぱ打てないときもあるんですけどね。まあ、でもリアタイとかでは全然なんかこうどうにもなんないって感じではないんで、これが盛大なフラグにならなければいいんですけどね。ああもうダメ、今のはね見逃せる、今のは見逃せるもん。今の振ってたらもうこれ術中にはまりますからね。瞬速警戒シフトに変わりました。あ、これまっすぐか、うまいですね。あ、これまっすぐか、もうちょっとあかん、全然打ててないやん、全然打ててないやん。 OK、 どうかな、あーダメか、いやーやばい、ちょっとこれやばい気がしてきた。えい、オッケー、ちょっと D カーブで、よしよし、ちょっと外にスラーブ振ってくれたらラッキーぐらいで、よしよしよし、これ取れるでしょ、オッケー、よし、いいですよ。ギリギリを狙いましょう。あ、ボールになるかな、あ、ストライクですね。はい、これはボールになるようになりますね。入っちゃった、すいません。全然使いこなせてないですね。これはボールにして。よし。で、こっからスラーブですね。よし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 。うん。いい感じだと思います。ちょっとね、これ、縦カット投げたいんですけど、今ちょっと、いい感じで打ち取れてるんで、あんまり縦カットでやっぱバチコボンっていうのは怖いんで、若干一か八か感が抑えられるときはなんか
内野フライとか取れるイメージなんですけど、打たれるときはもうホームランされちゃうんで、こんぐらいから投げてますね。よし、 OK、 うーん、ちょっとこれ危ないかな。打ちました。うん、大丈夫でしたね。あそこもね、大体打たれるんですよね、サークルチェンジって。やっぱりあのコースでもう一か八かなんですけど。もうやっちゃってる、やっちゃってるよ本当に。あかん。バッターボックスには指名打者の太田。大津、まずは先頭バッターを打ち取っています。でもやっぱりあれですね、対戦相手の方、あの嫉妬少ないですよね。自分なんか結構やってますよね、これ大会通じて。ど真ん中とかね。うん、ちょっと、なんかもうこれホームラン、あ、ピッチャー入ってくるのかな。ピッチャー入ってきましたね。あ、2019だからエキサイティング。はい、ここでピッチャー入ってくるんですね。あー、狙ってった。じゃあちょっと今どうかな。思ったよりも曲がりました。もうちょっとなんか変化量が上がった気がしたんですが、投げてみます。 OK OK OK。 この辺からちょっと怖いけどな。からよし、今度外にボール気味に投げたい。うん、いいです、いいです。さすがにスラーブそろそろ張られてるかな。大丈夫です。ビュンと、ちょっと予想してないと思うんで、これボールになっていいんで横に外れてほしい。あ、入っちゃった。あ、危なかった。でもそこもポーンっていかれますもんね。本当にちょっと怖いボールではあるんですけど。よし、あ、違います違います、ごめんなさい。同じところからスラブです。よしよしよし、 OK OK OK。 うん、うまくね。いやー、投手戦になってますね。いやー、ここちょっと1点ですね、1点。金子投手かな、 D カーブがかなり変化量大きいんで、ちょっと投げがち。あ、今のコースが D カーブだと思ったな。打てばいいのに。あれ、でももうちょっと変化量大きくなかったでしたっけ。なんか自分今ボールかなって思っちゃったっすね。あ、危なかった危なかった。うまくカット。いや、今のはもうナイスカットです。自分で言うのもなんですが、ダメだって、なんで振っちゃった、なんで振っちゃった。ボールじゃん、どう見てもやばい。金子投手の持ち球、今のところからストライクになるボールないですもんね、今のコースから。多分大丈夫だったと思うんですよね、今のコースだったら。ボールのはず。真ん中捉えましょうよ。あ、タイミング早い。バッターは9番に入っている源田。ツーアウトになっています。いや、ちょっとやっぱ源田選手この展開だと必要ですね、守備で。うん、まず何を投げてくるか。あー、やばい。いやー、ちょっとこの3回までお互いが 0-0 ってあったかな、今までチャン大会で。この今回の大会でなかった気がしますね。ちょっとここ投げすぎかな。何球か投げてますよね、このスラーブ。
調整いかれそうな気もするけど、いやー今のはね欲しいな、欲しいよ今のは。ここでもう殿下の宝刀縦カット、よし、勇気を持ってもう一球、よし、ボールになってもいい、あちょっとこれ入っちゃう、どうかな、あやばい、あぶない、ここだな、あの見逃し三振が欲しい、よし、ケツケツケツ、オーケー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 、よし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 、さあここですね、ここ三塁ランナー返さないのが本当に大事です、ここ投げてないから、あ危ない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 、今のはマジで危なかった、よしオーケー、よしよし、とりあえず0点で抑えて、これでもお互いノーヒットなんで、まあ、正直これポイント的に多分ヒット1本打てれば勝てるとは思うんですけど、あピッチャー変えてきますかね、あ山崎投手ですね、どっちのツーシームを投げてくるか、この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね、よし、あー上がりすぎたな、よし代打だぞパウエル選手で、どっちのですか、もうこれ1点差勝負なんで、えパウエル選手なんて持ってたっけみたいな、はい、僕これずっと言ってますよね自分あえて右打者で行くと、よしよーし、オッケー、よし、よし、オッケー、やりました、ありがとうございました、いやーよかった、今ね直前の打席打ち損じたんで、よし、いやーよかったよかった、これで5割以上確定、いや目標の数値というか、はい、目標達成ですよこれで、はい、いやよかった、でも全然大野投手あんだけいやそうでもないですけどねとか言って全然打ててないやん、もうやめますねあんなバカみたいなこと言うの、うん、でも動画としたらよくないですか、なんか打てますよとかって打てないってまあそういう意味合いもあってああいうことをねちょっと大口叩いてるんですけど、はい、ありがとうございました。